大谷翔平第3打席センター前ヒット、打球速度 75mph、 飛距離 204ft、 またしてもその球も勘弁してよの変態ヒット、わらわらわら。昨日もこれくらい外れたボール球をヒットにしてましたね、大谷さん。大谷翔平のボール球でもヒットにしますせん、安打量産打法に FRIED 投手もなんやこいつキッズわらわらわらと言わんばかりに苦笑してるじゃん。あんなのまで打たれたら投手はたまらない、もう投げるとこなくて草。大谷さん絶好調すぎます。昨日に続いて猛打賞、3安打は今季6回目。このモード入るの1ヶ月早くない？わら、すでに6月谷みたいになってる。第3打席、大谷選手にセンター前へ運ばれた時のピッチャーの表情が印象的。もう笑うしかない、苦笑いでしたね。このバッティングされたらピッチャー投げる球ないやん、全盛期のイチローを見てるみたい。